こんにちはクーミンです <laughs> ということでなんで小声かと言いますと子供たちわんこたちがやっと寝たんですね午前中わさわさして、えー、朝ごはん食べる子食べない子いるんですけどあの 大体お昼かお昼過ぎぐらいまでこんな時間になっちゃうんですが、午後1時間か2時間ぐらい、ちょっと自分の時間ができたりする時があるんですね。その時にこのソファーのところです。座っていろんなことします。っていうのはダイニングテーブルとか他行っちゃうと。 もうわんこたちが抱っこうとかあのおやつとかあのピ,ーピ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 ーと吐くので今ちょっとその後ろのところのケージにエミが寝てるんですけどあと3匹は今この下に寝てるんですね。<laughs> ということで、えー、1時間か2時間ぐらい自分の時間ができたので。 この時にですね、ちょっと試験勉強をするしてるんですよ。であの1月に試験があるんですけどもであの3つ今並行してやってます <laughs> っていうのはあの10年かけて取った資格があの心理カウンセラー。 測定反射療法確保は失望、国家試験じゃないのでマッサージとか足つとか言えないんですけど、えー、測定反射療法とかいろんなのが1 9十九あるんですね。であれ19ってちょっと半端でないかいみたいな思 <laughs> ってあと1個なんか取っちゃいたいなと思ってネットで探していたら。 3つやりたいことが出てきちゃって <laughs> であのもう私の60歳になるとなかなかそのホリスティックケアのとこ時ももうたくさん断られてであの私ちょっと本名があの「大場っていう名字じゃないので多分大場久美子って分かってないと思うんですけど大体本名であの試験とか受けるので。 でもう電話でもう代表の方にまで出てきてもらってもう一生懸命勉強してもう必ず覚えてもう若い人に負けないぐらいついてきますからなんとか入学させてくださいって言ったんですけどもうほとんど断られて <laughs> 断られてこでねこう言われたんですよ年齢聞いた時に「あなたは無理です」ってね「ねあなたに覚えられません」って言われて。 もう覚えますよしっかり子供たちが起きる「覚えますよもう必死に」だって授業料払ってるんですもんねもうほんと学生貧乏です学生貧乏19取ってこれで19202122 19ね <laughs> もうほんとに一個一個ねあの真剣勝負ですよ で、もう一生懸命覚えてやろうって言ったんですけどやっぱりね「あなた,のあなたには無理」とか言われちゃってすごいショックだったんですけど「<laughs> あなたには覚えられません」って言われた時にもうそうやってねどん底にパっていくとね「よしやってやろうじゃないの」っていうねあのどん底行った時にポーンって跳ね上がる癖があるんですね。それでででままあここまで来たんですけど <laughs> あのということであの通信教育 で,やってきましたで新しいのはね何をやるかっていうのはちょっとまだ言えないんですけどその、えー、心理カウンセラーもですね測定反射その反射区の押すのも全て私がとった19の近くって全部脳へのアプローチなんですよ。でカウンセリングの中に「あのライダー者」って言って今まではあの感情にアプローチしていたんですね。苦しいって言って「あ苦しいですね」「辛いって辛いですね」って。 だけどなんで苦しいのかなんで辛いののかかで辛そこを大本をアプローチしていかないのでまた同じ状況になるとまた同じようになってしまったりとかするんですね。でそれをあの解決するが認知行動療法というカウンセリング方法なんですけどもまあ人は変えられないけども自分の考えを変えられるので自分の考えを変えてみたら楽になりますよっていう。 まあちょっと講演会ではねこんな話もバーッとさせていただいてるんですが今日はちょっとそれを置いといてはい。ということであの、脳へのアプローチということに通ずる資格を今3つ1月試験なんですけども取ろうとしております。でなんでここに座ってるかというと本当にもうピー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 言うのでもう試験勉強もあと例えば仕事のやりおお <laughs> モモが起きちゃった。大丈夫そう。モ <laughs> モはね結構大人なんですよ。はい。で、あの試験勉強も大体ねこのソファーで今やってるんですね。で、お正月はあのリーマンパパがいてくれるので、まあ、子供たちの面倒見てもらって他の部屋とかテーブルの上とかちゃんとやろうと思うんですけど大概はもう本当に私自分のことやるときはもうここに座ってます。 で子供たちが今下で体に私の体に触れてるともうワンタなんかはね老犬でちょっと目が見えにくかったりとか嗅覚が弱ってきたりとかしてるので私の声が聞こえたりとかそばにくっついてると多分安心するんでしょうね。ということでもうとにかく全てここで済ませるということなんですが実は私あの携帯アプリのですね ゲームをずっっと何年もやててましてあのアメーバーブログのピークがある時にはピグベアを作ってもう本当にピグベアをブロック一個一個全部3ヶ月ぐらいかかって積んで自分の家をこう建てるわけですよ。であのアメーバーさんのその画面の一番上っていうのも 切れててしまって切れた上までビルを積み上げたのがねピグなくなっちゃいましたよね多分、うん。ということで唯一いろんなウィーフィットとか体操系とかあのプレイステーションとかいろんなゲームをあのストレス発散で意外ですか意外ですか <laughs> やってきたんですけどほんのちょっとですよこういう合間にねなんか無心になれるっていうか頭がすっきりするっていうか。で唯一残ったのが キャンディクラッシュフラッシュっていうはいこれ <laughs> これだけがね残ったんですよでおこのね音のパーンっていうキャンディーが見えますかこれキャンディーが弾ける感じがねとってもねスカッとするんですよで私もね あの携帯変えるたびにこれを移動するんですけど移動ができなくてもうこれが1000以上いってるのにゼロから始まんなきゃいけない時なんてす,すごいその時はショックなんですけど今ね1442のところにいますフェイスブックでログインしてるので。 この近辺にいる方私の写真がありますんで、探してみてください。もしあったら、こんにちはでございますけれども。はい。はいいろんなキャラクターがいて、いろんなアイテムを持ってるんですね。で、この、なんかね、<laughs> あ、大丈夫かなえんちゃん、お席出ちゃった。大丈夫お ごめんなさいねちょっとお席が大丈夫大丈夫かなはい収まりますねはいそれで、えー、いろんなキャラクターがいましてこのこのキャラクターがですね失礼ぶぶっっここなんですすよ <laughs> ぶっこきってかかりますかちょっとやってみますねいろんな あのアイテムがいろんなその何ですかね特技を持ってるんですねでなおかつこ,このアイテムはたまにしか出てこないんですけどあ音が消えちゃったちょっと待ってくださいもう一回やりますね <laughs> でも次にこのアイテムが出てくるかどうかわからないからどうなんだろうあ音が出ましたたまに音消えちゃうんですよねなんかねあいましたいましたいましたでね何ですれぶっこいかって言いますとこのアイテムの子がどういうアイテムをやってくれるかっていうと ままりますよね。今フィーバーバしてるんで。わ <laughs> かりましたおぷーするんですよおぷー <laughs> おぷうでアイテムくれるんですよでこれがこれ破裂すると別に匂いするわけじゃない <laughs> 食事中の方いたらごめんなさいねはいでこれをやると <laughs> で、いろんなあの麺があるんですけど、これはクッキーをこの下、ころなくなったところに、あの、チョコレートの湖にクッキーを落としましょうっていうやつなんですけど、まあ、ちょっといろんな方法があって、見えるかなはい、4つずつ、あいろんな風に組み合わせると、こんなしましまになったり、しましまになると、 横に、え <laughs> こんな風になって、クッキーを下の方に、下の方に。で、さっき、あの、この、名前何て言うんでしょうね。<laughs> この人ね、ガム噛むんですよ。ガム噛んでね、ペッて吐くんですよ。本当に失礼ぶっこきでしょ、このアイテム。で、この四角いやつはね、 結構ドバンドバドバンドバこうやって <laughs> 本当にちょっとオプをやめてくれますっていうアイテムなんですけどまあちょっとねこういうのをこの,この,この砕ける感じでできなくてもいいんですよなんかねこうやってやっててプシュシュシュってこれがねすごく気持ちよくって大体いいクリアー できないんですけれども、えー、まあ、やって、えー、話が流れやってなかなか難しい。この、これはこの面はクッキーを落とそうっていうことなんですけど、<laughs> またがみかんでる。<laughs> はい。 ああとまあ22残ってるっていうことなんですがまあこんなことをやりつつですね勉強を楽しんで,で私はねもう資格取ってすごいわねとかもうリーマンパパ弁当毎日作ってすごいわねって言われますけど本当にこうやってね遊びながらあの楽しくやらせていただいておりますので。<laughs> <laughs> はいということであの1月の試験勉強1月の試験に向けてね頑張りたいと思ってますけどもあの楽しいことをしながらねあの美味しいものを食べながらあの頑張っておりますので見守っていいたただけたらと思います今日ね結構朝ねリーマンパパがあのお散歩に連れ出してくれたので。 天気良くて暖かいのでその日はねちゃんとあの子供もたちもあの太陽に浴びるとセルトニンが <laughs> できるのでやっぱり自律神経を整えて心をリラックスしてそれには太陽浴びてちゃんとご飯を食べて水分もとってっていうことであのもうこんな時代でございますのでこんな時期でございますので。えー 体と心身ともにバランスをとりながら楽しくできる限り楽しい時間をあと笑える時間をね笑うってすごく免疫力アップだと思うんですねなのでそんな時間を取っていきたいと思いますじゃああと少しだけあの今フィーバーしちゃってるので <laughs> ゲームをやってから試験勉強子供たちが寝てる間にちょっと試験勉強したいと思います。ははいいつも私は ここで <laughs> ここらへんで過ごしてます <laughs> たまにはねちょっと体を動かさないとねはいちょっと今下で寝ているワンタが分かります今のあの失礼ぶっこきの <laughs> 失礼ぶっこきのアイテムちゃんと同じことをしていしはい。 ご飯中の方いないですけど大丈夫ですね。はい。ということで頑張ります。ありがとうございました。くみンでした。またねー。